So far, I remember. Yeah. と一緒に来て、すごい楽しかったです。ね、お忙しいのによくね。はい、休み時はね、エンジョイしようと思って。ね、そうまあそう、まあうちだけじゃなくね、今日本が本当ね、特にそう飲食は、うん、調べて。そのままでもいいですし。物足りないとしたら、タコはわさび、はい、あとこちらのお塩使って、そうですね、召し上げてください。いきます。村子ともしゃべです。ありがとうございます。どうぞ。じゃあ、日本にどのぐらいの頻度でしてるの？まあ、最近はちょっと忙しくて、まあ、3ヶ月で1ヶ月くらい、でも近いんですね。そうですね、うん、まあ、2時間ぐらい。ほらね、香港이랑사이안좋아서가격호텔 50% 를香港도되면네香港です。香港です。ただ一応はまあ公式だと俺その週末しかやらないです。じゃあデモするときは場所誰を教えなくちゃいけないから。そうそう、平日はだからまあ結構平和らしいですよ。これで山口さん。白内門。もうあの時めちゃめちゃ大きくなったからね、あの看板の時。めっちゃ綺麗です。そうそうそう。めっちゃ可愛いですね。可愛い。日本語上手なんじゃないですか。あ、ガツにいる。彼女も。ルクシー、そうや。あとカニ行ってよ。はい。発音すごいですね、斉藤さん。アメリカ人だと思ったんです。すぐもうニューヨーク近いね。もう一人で。どうぞ。おはようございます。ホッキガイです。ホッキガイ。はい。ホッキガイです。
か食べてからか、うん、私もね、生で最近でもよくいらっしゃいますか。なかなか予約取れないから、うん、1年に2回ぐらい、うん、次の予約って言うと次夏とか、うんうん、Astrographia International. I think I work for the Xerox. Xerox. Mm. Oh. Yeah, the photocopy. Astrographia International is kind of our, you know, the holding company. Yes. Mm. So that's why I often visit Jakarta. Wow. To see them. Nice, nice. Also, you know. Kyoto の紅葉の感じ。綺麗ですね。11月の11월달지금단풍24日ぐらい。엄청이쁘다でもすごく混む。엄청붐빈다근데綺麗ですよね。一回行くといいですよ。新婚旅行はどこ行くの？バルセロナ。6時から。6時から。そうなんだ。いや、日本もね、人気なかったんだけどね。でもそこで韓国人の人がちょっと活躍してるということで日本のチームに入ってる、だからあの、ね、あれはね、あのなんていうの、ラグビーはその国の人たちだけでやるんだよ、その国の人が主体なんだけど、いろんな国から入ってくるわけ、それで5年以上日本に住まないと、はい、これで食べる、あのお好みで、はい、そのままでもいいですし、お塩もしくは辛味醤油で。卵の白焼き。そうだ。日本だ。斉藤さん、このタダナリさん、よく斉藤さんに いらっしゃいます。タダナリリー。あ、リー君ね。うん、そう、この間一緒にあのマスタード食べてた。うん。サッカーね。そうです。うん、韓国来た時に、まあ、チャイムと一緒に会ったんです。なんか菅さんに紹介されて、そうあれを来年なんだ結婚、あのリー君も、1月あ一緒に来てたんです。そうそうそう、彼女さん、はい、내년에결혼한대그이중근さん、키워타彼の初めての寿司はキューベイだったみたいな、ね、いいんじゃない、うん、初めてでキューベイさんだらね、すごいよね、うん、僕は寿司岩です。寿司岩、はい、岩さん、寿司屋ってどこだっけ？銀座にある、銀座の岩だ、うん、岩元気かな、全然会ってないけど、へー、うん、寿司レストランとか行って韓国人がやってる、うん、見てるもんね、結構ね、あれ寿司じゃないって感じ、すごい美味しそうな、うん、それはどこのなんですか？これは北海道、やっぱり寒いところの方が美味しいので、やっぱりね、
韓国は今食材がまだ日本の食材が輸入されるのができないので、あ、そうなんですか、うん、それがちょっと今、はい、輸入できない、できないです、仲悪い、仲悪いからじゃなくて、あ、それじゃあちょっとね、でも仲悪いうちじゃないかな、それで韓国で一番、まあ、有名な寿司屋ありますけど、あのまあ職人さんも板前さんはすごいいいのが、毎週日本に来て食材を持ってきて、仕入れてんだ、あ、自分でね、はい、毎週土曜日まで働いて、日曜日にこの来て、月曜日に築地に、あ、豊洲に行って、豊洲に行って、はい、Hey, Shamim! Design this sauna in the country north of Florida. The outside looks like this. Moving. Yeah, because inside. It's very famous.斉藤さん、日本の方より今外国人がもっと多いですね。外国来た。Thank you. Look, this is the bar here. Can you see? Oh yeah. You see all the wood cutting? まあお寿司の場合にはあんまり好みがないじゃないですか。例えば魚食べれないとじゃないとみんな好きじゃないですか、世界的に、はい、まあ、彼ありがとうございます。なんかさ、小さい店じゃない？はい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 、斉藤さんにもたまに来ますよね、この1ヶ月1回来てくれる、そういうのがないな、多いと思う、東京から行こうが韓国も同じぐらいじゃない、まあ確かにね、距離は同じぐらい、そうですね、飛行機で福岡2時間以上かかりますよね、彼女は今彼女は研究員、薬を作る、はい、仕事やってるんですよね、じゃあね、こっちでやってるから来るわけかな、彼女意外に真面目です、僕とちょっと違って二人と真面目でしょ、いい、ありがとうございます。
韓国今わさびが、これはわさびは、まあ、韓国であんまりこれ生産ができないので、まあまあこっそり輸入してるんですけど、これ輸入業者がちょっとぼたくり、それでも 1キロで今3万円ぐらい。うっそ、そんな高いん。わさびはめっちゃ高いです。あ、栽培できないの？か、あんまりいいものがないです、ね、うん、あれはね、お水がきれいじゃないですか、ね、うん、最近はもうこの北朝鮮の近くに栽培してるんですけど、今後北朝鮮の水がきれいそう、うん、それでもう携帯1台を買いました。携帯1台を買いました。このノアは斉藤さんに学びました。教えてないじゃん。僕は単だよ。最初にそこまで教えてもらえない。単だよ。携帯で信用できない。系列車の中で検索版という機械があります。検索版は、まあまあまあ、自動車に入るこのシャフトを削る、はい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 、はい、それが、まあ、今韓国の、まあ、韓国で、まあ、現代自動車という大きい車がありますけど、はい、ヒョンダイとか、まあ、トヨタとか、まあまあ、いろんな、はい、シャフトをこのトヨタの機械で削ります。精度が大事ですので、韓国の機械ではそれはダメになるね。日本のは、韓国のこと、まあまあまあ、基本カープとかそういうか、まあ、あんまりお金にならないと韓国市場を諦めることはありますので、そうなると今まで述べる、まあ、それもないし、うん、お茶サムスみたいな大きい、まあ、会社もありますけど、確かにあの韓国ドラマで見たことが盛大な、みんなみんな来ます、みんな会社にとみんな来ますし、今最低保証人数が300人です。日本みたいになんか あのあれを持ってくるわけ、ご主人の、はいはい、そうですね、日本の場合には親しい方、ああ、そうです、はい、大体このお礼金も、まあ、3万円ぐらいです、うん、よく知ってる。韓国はやっぱりお金を持って皆さん来る、それともプレゼント、まあ、うちは韓国はあんまり親しい人じゃないと1万円で、まあ、もっと親しいのは人によって、はい、それは一食なの、それとも座るの？あ、そう、そう、座ってはしまって300人。あ、座って、西のり、まあ西コリすごい上手じゃないですか、ね、でも西コリね、怪我しちゃって、怪我して、休んでね、手術したのね。これはね、味さっきはサイトさんの味めっちゃ美味しいですね。うん、でも真ん中のは何？これがネギと生姜をですね。あ、じゃあ、シールします。うんうん。はじめいただきます。斉藤さん、韓国の辛ラーメン大好きです。辛ラーメンね、まあ、斉藤さん大好きです。斉藤、辛ラーメン大好きですよね。辛ラーメン大好き。
サイモンさんからもらったあのさ、カップだよ。めちゃめちゃ美味しかったよ。大好きよ。韓国インスタンラーメン美味しいです。今度は北海道です。北海道夜市今日は。はい。Do a vacation or business trip? Yeah, business. Business trip. Wow, nice. Yes. Singapore, my home. Last. Oh. Raffles Hotel. Raffles Hotel. Yeah. 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 で今出てカペラホテルかな、カペラホテルとセントルイズ、ね、うん、もうワッツアップ、俺水より高かったよね、いや3、4倍でしょ。Can we continue again? 韓国で寿司サイトという存在はなんかみんなバケリストまあ一生で一回行きたい、そういう、うん、三つ星だからね。まあ、お寿司時代じゃないですか、斉藤さんは。あ、大変苦労で知らんだ、おいき。ケンシロウマンとか言われて、なっちゃうからめそ。彼女は、まあ、子供より仕事が優先みたいな感じで、今はね、あと曲出してよ、はい、ありがとう、僕は、彼女よりお寿司が優先です。じゃあ子供ができたら子供がファースト。いえ、お寿司が一番。いや、子供と一緒にお寿司食べれんじゃん。もしかしてケンシロウちゃんみたいな子供が生まれば、まあ、見たいですけど、彼女は。いや、だから彼女にいればなるよ。サイモンさんにいたらダメ。一緒にして、うちで一緒よ。ダメダメよ、これ。あ、値段も見せてろ。褒められた。マイオンさんじゃダメよ。ノーキュートだよ、ノーキュート。